もう20年以上前だからいいけど、うん、修学旅行行く前にコンドームの付け方とか先生がもうコンドーム配る勢いよ。え、なんで？もう止めらんないのよ、そんな。修学旅行先でどっかみんなバーって来る。ガイドとかすごいじゃん。もう慶応の高校生来たなんつったら北陸のガイドなんてもううわーって来んのよ。ちょっとすごかったの、その昔はね。え、だからもうそんなの私つまんないから。え、じゃあそちらの高校出た方は同じバスガイドさんで人生の皮切りみたいなことあるの？それはうちの高校に限らずあるんじゃない？バスガイドっていうのはやっぱり一つのなんか通過切れみたいなとこあるみたいで。でうちが圧倒的に多いのは3年生の時に最後の自由行動がススキノなのよ。もうそれはおじさんみたいな。もうそうしないと何してかすか分かんないから、もう目をつぶるんだよね。男子校の修学旅行ってそんなの？昔よ、今は違うよ。もう私嫌よ、もうこれ以上なんか寄付金よこせとか言われたら嫌だから。もう知らないけど。何それ、だからなんかあるのよ、そのすすきのの方ので遊ぶ人たちとなんかウニ丼食べに行くので2班に分かれるみたいな、ね、女子校ではそんなん全然ないわよ。みんなおとなしかった。いやね、もうみんな振り回されてんのね、股間に。そうね。ただ私はなんかお風呂はなんか覗き放題っちゃ覗き放題だったから、まあね、そこだけは楽しかったけど、バレたんだよな、私一回修学旅行で。何が？何回風呂入るんだって言われて。なんか風呂入る班に分かれて入るんだけど、私すごい忘れ物したとか、うん、ちょっとなんか班長だったりすると忙しくてタイミング逃したのが全然嘘で、うん、一晩に3回ぐらいお風呂入ってたのよ。なるほど。こう全部の班のこう時間を調整してね、うんうんうん、で見たい子のところに見たいと子がいる班の時間にお風呂に行くわけよ。なるほど。だって800人いるんだから。え、1学年800人。あ、まあだからそれが3か4グループに分かれて日替わりで行くのか。だから1グループでもそれでも100人200人ぐらいいるのか。1学年800人いるの？気持ち悪いでしょ、同じ学校 で。え、800人。何クラスあんの？じゃあ18クラス。え、1から R、 あ、1じゃない、 A から R まで。何それ、そ、そんなにいるの？すごい。私3年 P 組だったのよ。 P 組、うん、やだー、 3P？ そう、 3P だったんだ。3年 P 組っつって。よく大学まで出たよね、私も。そんなところで本当にそんなとこなのね。そうだから、まあなかなか当時はね、当時はすごく大人見た学校でしたよ。世界だね。うん、いや今の子はそんなことないと思います。今の子は全員童貞のまま修学旅行から帰ってくると思います。